人はじっと見つめる中に驚きを見つけることができます。二人なら一緒に見つめて驚きを分かち合えます。想像力の火花は永遠にきらめき続けます。さあ一緒に輝きましょう。誰の心の中にも想像力を発揮したいという本能が眠っています。それは脳の神経組織としっかりと重なり合って想像力の限界を軽々と超えていきます。さあ行きましょう。力を合わせれば限界なんか地平線の向こうに沈めてなかったことにできちゃうんですよ。みんなのアイデアを組み合わせて想像しましょう。この夢見る人々のための星にいる誰もが頭にふーっと思いついたことから、まるで想像力を大爆発させるような壮大なアイデアに膨れ上がらせます。さあご一緒に。あなたをいつだってこれからだってリトルビッグプラネットはお待ちしています。リトルビッグプラネットを訪れるとき、あなたは正直でピュアな自分になります。むぎゅっと抱きしめたくなる、その名もリビッツ。これがあなた。超最高でしょ。リビッツを動かすには左スティックを使って、そろそろ進むには軽く倒して、どんどん進みたければ思いっきり倒しましょうか。さあ走ってジャンプしてみませんか。ジャンプするには×ボタンを押して、素早くポンと押せば軽やかにホップ、長押しすればピョーンと大ジャンプ、もう完璧。あなたのいるその世界からリトルビッグプラネットの世界へと意識を飛ばすというのは、どこか生まれ変わるのに似ています。あなたはピュアで無垢な裸の毛玉として生まれ変わるんです。重要なのは裸という言葉。素敵な服を着てみんなから、キャーもう超イケてるって言われましょう。お散歩にぴったりのズボンを履くか帽子でもかぶってくださいね。服を着るには四角ボタンでポペットメニューを出してカスタマイズを選択してください。その後は左スティックで中身をじっくり見回して、丸ボタンで選んだ服を着てみちゃいましょう。おなじみのブティックでいろいろ試してぴったりな服を着てみたら、×ボタンでポケットメニューを閉じて新しい洋服を自慢できます。ここぞとばかり自慢しちゃいましょう。
この世界をブラブラとほっつき歩くリビッツたちがみんなポーカーフェイスだってことにあなたは気づいちゃったんじゃないんですか。みんな真剣すぎて表情を忘れちゃうんです。でもいつもそうってわけじゃないんですよ。表情をいろいろ変えるには方向キーを使いましょう。簡単です。方向キー上で勝ち誇った笑顔になります。方向キー下ならしかめ面、方向キー右なら怒り顔で、方向キー左なら怯え顔に。コントローラー。さてあなたがこれに没頭したいのは分かっていますが、この世界の精神は忘れないでいてくださいね。クリエイトとシェア、そして何よりも楽しむこと。そう、楽しいの C はクリエイトの C。 楽しい ABC。 じゃあシェアは何かって、もうそこまで深く考えないで楽しみましょうよ。ほら楽しい、ほらね、ほら一緒に楽しみをシェアしましょう。ふふん。使わせてもらうよ。助かった。あー、ついてるぞ。僕ちんのお友達候補、一緒にこの星の問題を解決しよう。このボタンをポンって押すと2人の冒険が始まるってわけ。つまりこっちを抜いてるってことは、つまり左側を、そうだ、それでよし。よう、うまくいった。やっと来た。道中が荒くて悪かったね。ボクシンはニュートン。こんなところまでよく、どうも、まあようこそ。この惑星ではイマジネーションがふわふわって雲みたいに浮かんでる。こんなにユニークな星になったのも全部中心にあるクリエイティブハートのおかげなんだよ。つまりすんごい好奇心の塊。でも残念ながらこれからは暗黒時代がやってくるんだ。説明しよう。その昔、ネガティビトロンのやつがクラフトワールドを破壊しようとした前、3体の邪悪なタイタンどもがこの惑星の創造力をむさぼり尽くしたんだ。ひらめきは枯れ果ててしまい、深い闇の中へ落ちようとしていた。ところがそこへヒーローが現れたんだ。
彼らのスピードとパワー、広い心で捕まえることに成功した。この惑星が今みたいにユニークなものでいっぱいになると、ヒーローたちは姿を消し伝説となった。そしてその伝説にはタイタンの復活の時も記されている。今夜寝る時間のちょっと前、この惑星の全ての悪夢が現実となる。そこで僕ちん、ついでに君の出番だ。ボクチンを助けてくれないか。この星の未来は勇気あるボクチンたち2人にかかってるんだ。降りようか。プレゼントがあるんだ。ああ、本当山の空気って素晴らしいね。ほら、すごい空気感。左スティックを上や下に傾ければ奥に入ったり手前に来れるぞ。左スティックを下に傾けて、それでバツボタンを押せば段から降りられる。階段の前でジャンプすればあっという間に奥の段に乗ることができる。谷間にハマりにハマった時の話しましたっけ。した？本当なんですよ。谷巡りとかしちゃいました。そりゃもう谷という谷にハマっちゃって、もう超危険だったんです。もしあなたが通り抜けられない裂け目や渡れない場所なんかに直面したら、あなたのポペットが助けてくれちゃいます。四角ボタンでポペットを開いて、左スティックでリトライをハイライトしてくださいね。丸ボタンを長押しして、あなたの小さなリビッツがポフンと。レイヤーパッドに乗ると手前から奥、奥から手前にジャンプできる。やってごらん。その調子。そうやって跳ねてみて。ほら、飛び跳ねるやつみたいに。できるじゃないか。上出来を通り越して上々出来だ。バツボタンを使えば青いレイヤーパッドが使えるようになるぞ。 R1 ボタンを使えば登れる面を登れるようになるんだ。登っている途中にジャンプだってできるぞ。ただバツボタンを押せばいいんだ。さすがだよ。よし、いいぞ、行こう。
R1 ボタンでスポンジ状のものをつかんで左スティックで動かせるんだ。左スティックで動かすときに×ボタンをポンと押せばグッと力が入るぞ。はあ、よくやった。ボクちんたち最高。ブラブラしてるものを掴んで左スティックを使えばスイングできちゃう。楽しいでしょ。ボクちんの飛行船に乗って君のじゃなくてボクちんたちの死のミッションへ。